先生はい、はい、夏休みいかかがお過ごしでしでたかいや夏休みは毎年言ってますけど夏休みはないのででも編集部はね、はいあのー、お盆の週はみんないなくて、うん、ずれてみんなお休み取ったりするんで、うん、あんまりなんかまあそんなにこう私ですかは,い、私はあのー「ドラえもん」の映画を見に行ったり<う>まあ海も行きましたけど「<う>ドラえもん」の映画いいですよ。何で 泣けますよ泣けんのドラ泣き先生してくださいドラ泣き僕も映画はねアイマックス 3D で一応トランスフォーマースロストエイジは見たんですけど別な意味で泣けましたねマジですかあの、えーみたいな感じで。そういう意味で泣いちゃうっていうもうちょっとなんとかならないのみたいな感じは若干しましたまあここんなとまあすごい面白いんだけどちょっと ちょっと僕的には個人的には食い足りないとこうもあり若干不満も残ったかなっていうのとあとは最近ほらあの特にあっち側が強力じゃないですかアベンジャーズああそうですねっち側の方は割と強力なんでちょっとマイケル・ベイマイケル・ベイってあのトランスフォーマー監督さんねもうちょっと頑張らないダメだよっていうお話でしたな,なるほど。トランスフォー,マーね私もも見よう、はいはい、この後9月も結構いいろろなんか 8月の終わり9月,9月か9月も結構が4月11日あ,、うん、あれなんだよね「はい、エクスペンダブルズ3」「スタローン」とか「シュワちゃん」とかみんな出てくるやつの今度のパート3が11月かなかんかに、まあるだよ。それもお楽しみという感じもするの、はい、それは泣いちゃうんですよね泣かないですはい王林隆之の「検体しようぜ!」 今回ご紹介する端末は a u トルク c 0 1まずはじめにスペックから紹介していきましょうサイズは高さ 136mm 幅 68mm 厚さ 13.5mm 重さおよそ 182g4.5 インチ HD 液晶 1280×720 ドット Android4.4.2 搭載 CPUQualcomMSM89281.4GHz ワットコア、内蔵メモリノム16ギガ、ノム2ギガ、バッテリーは3,100ミリ、ah、アンペアアワー、オートフォーカス対応、有効800万画素カメラがメイン、サブは200万画素、マイクロ SDXC メモリーカードとなっております。今回は AU からダフネススマートフォンをご紹介です。なんといってもかっこいいですよね。アウトドア大好きな人いかがですか？携帯ピックアップです。 今回ご紹介する端末はこちら AU-4G LTE スマートフォントルク G01 ですカラーはこちらからブラックレッドの二色、はい はいいいね、えー、ということで2014年夏モデル AU ですけれども「実は s − 1なきあ久しぶりに来ましたタフネス系ということでですねトルクっていう名前で言うと、まあ、国内では今年1月に発表されて3月か4月ぐらいかな発売されましたけどシムロックフリー版がありましたけどあれに続くまあ トルクというネーミングでは第2弾ということになりますが、はい、まあ英雄としては本当に g i z o 以来の久々の、えー、タフネスモデルということになりますが今日はこちらをご紹介したいと思います。はい、まあちょっとおさらいがてなってで、ね、まあそのトルクって何だよって話したんですけど、はい、まあ清瀬良がもともと北米向けアメリカ、まあ、まあアメリカ合衆部です、ね、まあ北米向けでまあ展開していた高耐久性いわゆるタフネス系、うん、まあ向こうではラグドフォンなんて言い方しますけど。 のスマートフォンで今年1月にはえっと国内向けにまあドコモのネットワークと接続できるということでシムロックフリー版がえー発売されてえ今年の4月だったかなこの番組でもちょっとご紹介しましたけれどもそれが出ましたと<ー>。で今回はまあ au から、はい、えー出てきたものということなんですは 以前紹介したシムロックフリーのモデルは基本的にはもともとアメリカで売っていたモデルを、まあ、正確に言うと2013年3月にまあ北米向けでまあ発,売発表発売されたモデルがあってそれはもともと主にそうです、ね、北米でもスプリントっていう、うん、あの今ソフトバンクと同じあれになってますけれども。 スプリントって事業者さん向けに提供していたものを日本に持ち込んでローカライズしましたと当然日本で使えるように技術的誤認定も取っていたものなんですけど今回の AU のやつは 全,然全く新たに開発したモデルなのでもちろん、えー、G01 って名前がついてるのも分かるように、まあまあ、トルクなんだけども今ののはトルクの、まあ、要するにシムフリーバン今回のはトルク G0 して au として扱っているもので、うんえー、新しく設計されたこういうまあ実際と後継モデルだね、うん、ディスプレイサイズも大きいしでバッテリーの容量も増えてるしデザインも、まあ、見てるさんわかるんですけど、うん、若干違います。 ほほぼぼ同同じじ仕様ほぼ同じデザインで実は京セラさんは今度ベライゾンアメリカのベライゾンって、まあ、いわゆるあのアメリカは2強あのキャリアは2強なんですね、まあ、ベライゾンと AT&T が強いんですけどもそのベライゾンさん向けにブリーガディアという名前で、うんえー、今度8月に発表されてこれから提供するんですけども、まあ、このモデルを1 6デジタル庁ベースにして、まあ、北米向けに出しますと。 いうことになりますね。ちょっと聞きたいんですけど、まあ聞きにくいんですけど、うんうん、AU のタフネスといえば GZ1 がありますよね。はい、あれを強セラが引き継いたような感じなんですか？あの日本のユーザーから見るとそう見えるし、うん、まあ同じ AU なので。 そうだよねって感じはするし、うん、でまあそのジーズワンやってたそのカシャその後カシャを日立 Nec カシャとなりましたけども、うん、ま Nec カシャさんはスマートフォンをね国内向け撤退をしたのでぶっちゃけて言うとですね本当にジーズワンやってたカシャの人たちはもうあのえっ、ー、と Nec カシャにはいらっしゃいません一緒に取材とかでお世話になった方は他の 全然違う事業の方に行かれてるので、はい、全然別ですで実はこれに関してはもともと北米向けにやっていたものでどっちかというとジーズワンと、うん、えっとこのトルクっていうのはまあアメリカで言うとライバル関係みたいな感じなのかなと思っていただいた方がわかりやすいお互いに実はねライバル関係と言いつつ両方やってた人はですね実はあの まあ仲良ししだったりしてですね実は昔違うもので一緒に仕事したことがあるって言き当たりした人もいるらしいし今回の商品っていうのは京、うん、セラの,その、まあ、端末なんだけど京セラと au で開発をしたので、うん、当然 au の中には、うん、かつて、G、ゾーンを担当,した人が当然その人もここに関わっているので、はいうん、だから、まあ、そういう意味で言うと。うん ちょっとまあジズワンのその DNA も生きているというか、うん、まあそこで勉強したこともちゃんとここにはまあ当然入っていると、はい、まあ今日、まあ、セラーがそう元々持つたそのトルクの世界観っていうのがあるので、はい、それもまあやっぱり当然あるんだけども、えー、ちょっとそういう意味言うとジズワンのエッセンスも少し入っているのかな、なまあそのじゃ交代求正という話で、はい、まあタフネスということで、まあさっきからこのもうすごい こんなことをしまくってますけど、全然平気なんですが、うるさいんでやめておきますで。はい、<laughs> で、まあ何が高耐久性かっていうと、前のトルコの時にもちょっとお話し,しましたけども、アメリカの国防総省の軍事企画ミルスタンダード 810G ってなるんですけど、まあ俗にミルスペックって呼んでるんですけども、はい、えこのミルスペックに一応まあ十一項目に準拠してます。うん、日本での表現も含めて。 ちょっとご紹介をすると、はい、えまず防水が IPX5IPX8 から防塵、これも IP6X 普通日本でやってるのは IP5X が多いんだけどももうちょっとえ厳しい環境でも大丈夫、ね、から対衝撃 1.22m ぐらいの落下でもまあ一応大丈夫と、えー、それから対振動ですけどもこれはなかなかあのミリスタンダードなミル規格の中で割とちゃんと決められてるネタがあって何、えー、だっけな3方向1時間ずつ えー、20Hz 20から 2000Hz の振動試験を実施してそれでもちゃんと使えることと、うん、あと対日射、えー、連続24時間日射試験を実施 <laughs> 要するにまあ普通24時間日のあるところにいるってことは白夜でもない限りないんですけども、うんで,ね、でもそれでも大丈夫と、うん、から防湿今まで湿気の多いところですよねでこれも、えー、連続10日間湿度95%から揺れてしまった雨ざ、うんざん降りながらに近いですよね。 それと同じくらい湿度が高いところに、まあ、一応出しといても大丈夫と。はい、から、えー、と温度耐久性これも結構重要で低い方と、はい、高い方とちゃんとやってますで動作環境はマイナス2 1から、えっと、プラスは50度<あ>それを3<ー>連続3時間でし,しかも保管っていうテストもあって保管、うん、はマイナス3 0度まあ言うと冷凍庫冷凍庫を<コ>、ま、入れて,入れて、えー、上は60度。 <laughs> だ風呂より熱いぐらいのまあ温度のところでこれで四時間連続4時間保管しといてもちゃんと大丈夫と。から低圧対応これはまあ気圧の低いところですねに関しても大丈夫。そして今回のこのえまあトルクの中でまあ前の時もそうなんですけどまあ割と評価のポイントとしてこれは結構すごいなと思っているのは塩水塩水簡単に言うと海水だと思っていただいていいんですけども一応塩水でえ連続24時間5%の塩水を振りかけても <coughs> 24時間稼働させるる、えー、耐久試験を、まあ、クリアしてると、うん、かなりそういう意味で言うとちゃんとしたビル企画ってすごいちゃんとしたものなので、うんまあ、それクリアしてるんで、うん、アメリカの,その、まあ、軍関係で採用されるには、うん、これをクリアしないと採用されないっていうのがあるので、うん、別にこれはあの携帯電話だけの比較じゃないですけど、うん、いろんなね他の持ち物とかにもそれぞれ項目あるんですけども、うん、それにクリアしてるっていうことで、まあ、安心して使えるこの まあそのうちは頑丈ですってじゃなくて本当にちゃんと試験クリアして頑丈ですっていう話っていうことになりますね。 うん、試験をクリアしてるんですけどこうん、いうのってどういう人に喜ばれるんですかまあねあのいろいろ <laughs> 相当なそうあのこんなにタフである必要性があるのかみたいな話は確かにあるんですが前のトルクとか学科生実はある時もちょっと話したと思うんですけどもともと実はねトルクは北米向けではやっぱ法人企業が、うん、えー 使ってるところからスタートで国内もシムロックフリーマンが出て「うん、やったトルクでシムロックフリーだー」っ,ってみんなで喜んだんだけど、はい、ちょっとお値段が高くてなかなか手が出せなかったんですが、うん、これも実は割と実は法人の引き合いいが多かったらしいと、うん、でじゃあその法人って何だよって話なんですけど、うん、簡単に言うと工事現場から建築が土木関係とか、うんはい、あと意外に多いのは物流。便とかあの、うん 佐川急便とかのお兄ちゃんたちとかがもう持っちゃうっていう感じのところなのでう、うん、そういう人たちにとっては周りに当たるものを、まあ、例えばそれこそ佐賀のお兄さんこうやって喋って走ってるんだけど <laughs> こうやって落としちゃったみたいな時にもまあ大丈夫みたいなとこがあるのでうん、うん、結構ニーズは高いというのがあって。はい、今回の,そのトルクも G もやっぱ同じよ特にこの今発車が持っているブラックの方とかは企業さんとか割と採用しやすいと思うんですよね。はいまあ、た会社でこれみたいな感じがするんでそういう意味でと法人さんも引き合いあると思うんだけども、うんはい、au としては普通に au のラインナップとして売っているので、うんうん、あくまでもこれはコンシューマー我々みたいな普通の消費者が買う商品。はい だ例えばアウトドア大好きでキャンプ行ってますみたいな人とかあとまあちょっと僕の世界だとさすがにもうあ,のあれですけどもうちょっと今のね20代とか10代の子たちだとかいわゆるトルクもえとイベントの協賛とかやってましたけどいわゆるエクストリームスポーツスケートボードとかいろいろありますけどあの手の人たちなんかでまあ外でまあなんかそういうスポーツする人たちにとっては結構。 周りなのかとというところで、はあ、結構いろんなあのそういうのが好きな人趣味としてやってる人たちにとっても、まあ、プラスの要素ではないのかな、うん、特にあの当番組の,あの某ね、はい、あの某仁美船長とかも,う、ね、もう多分おすすめみたいな感じ。 だ,とっだって釣りする人にとっては塩水でも触れるんでいいでしょじゃあ,まあそんなその、まあ、その頑丈な話はいいんでじゃあ中身はどうなのかって話なんですけど、うん、まずボディなんですがディスプレイが4.5インチの HD 対応の液晶ということで、うん、前の トルクのシムフリー版は確か4インチだったかな前物ではそれぐらいなのでちょっと一回り大きくなってます見てて分かるとうかこれも画面も明るくしてるんですけど非常に綺麗なんですがあの実はこれ発表会特集の時にちょこっとお話し,しましたけどこれ何ガラスお頑丈なんですよアサヒガラス AGC アサガラスさんのドラゴントレイル X っていうですねガラスが実は 採用されてます<あ> <laughs> 頑丈だし、えっと、ガラスなんだけどこれ発表会回の時の映像にも流したけどいわゆるこの力をかけてもたわんで割れないんですよ、はい、傷もつかないというのがあって実はすごいいいガラスでちなみにこのドラゴントレールっていうのはワールドカップの、はいえー、この,のはブラジルでありましたけど、うん、あの時の控え選手とか監督が座ってるベンチの上にこうガラスついてましう。 同同じじ素材サッカーボールを思い切って蹴って当てても全然平気みたいなぐらい頑丈にできてるということでだいぶ宣伝文句なのかな、はい、ワールドカップ公式ガラスっていうあの名称がついてるらしいんですけど <laughs> まあでも本当にそれぐらいあの実績のある非常に頑丈なガラスなんで、はい、これはまあ結構いいしあのガラスというとよくゴリラガラスってよくしてるんです あれとどうなんですかなかなかね難しいところなんですけどゴリラガラスは割と早くからスマートフォンとかそういうものに使われるっていうの、うん、結構名前が上がってたんだけど実はもうゴリラガラスってその初代にから始まってゴリラガラス2ゴリラガラス3と出てきてるんで、うん、シェアとしては多分彼らの方が、えー、多分多いもうすでに結構何年もやってるんで、うん、スマートフォン向け特に早くからやってますから。ガスの方はいいろろ出してたんだけど、うん あんまりそのなんか名前つけてプロモーションとかこれは「ドラゴントレイル X」使ってますみたいなことを言い始めたのは最近なのでただえまあライバル関係だと思います比較記事とかありますけどまあまあ,まあ,まあこうつけがたいかなとまあどちらもすごいよねっていうでまでシェアとしてはゴリラガラスさんがナンバーをンだけどまあ今それをまあ対抗して挑んでいってまあいい戦いをしてるのはまサヒガラスさんのこの「ドラゴントレイル ななのかといいう感じだと思います、ねうん、そんなガラスが使われてるんですけど、はい、こ,れでこれ見ていただくと分かるんですけど上かこのガラスのところもまあ見ていただくと綺麗にねこうつながってますけども、うん、このこれ実は見ていただくと穴がないじわ口の穴がないので、はい、これは当然京セラさんおなじみのスマートソニックレシーバーなので画面が振動するのでペッと耳に当てればもう全ッケーなので、うん、でまあ毎回お話しますけども、まあ、自分の耳がこのね手のこういう面だとするとペチャッとつけちゃえば 周りの音は聞こえ、はい、聞こえなく塞ぐことが耳を塞ぐような形で使えば<ー>あの聞こえなくなるんでそういう意味で言うと、えー、非常に音はしっかり聞こえますということでこれもいいのかなと。はい、からあとスピーカー的にで言うと周りにその着信音を聞かさなきゃいけないんですけどこれ実はここに2つデュアルスピーカー2つのスピーカー搭載で100デシベル以上。 の大音量で鳴らすことがでな、はい、なんでそんそれもまあかつて「実案とかを見てた人はよくわ分かりだと思いますが、はい、現場外なので音聞こえなないんでですよ、うん、なのでちゃんと音が鳴るように,にまあ大音量で着信音が鳴るようにまあもちろんバイブとかも分かるんだけど、うん、そういうのも分かりやしますと。はい、でなおかつ、えー、と置いて例えばハンズフリーとかで通話する時にも作業台の上とかにポッと置いて、うん、でハンズフリーで通話する時にも役に立ちますよと。 から本体の周囲にはウレタンのバンパーですね。こういうところ、はい、こういうのとか、こ,こ,この横っちょんところとかね、こういうところ、みんなウレタンのバンパーがついてます。うん、いるよく見ていただくと分かるんですけど、この側面、はい、ここの部分とこの下の面、底面というべきかな。違うね処理が違うんですよ、ね。はい ちょっとこの横の方がやっぱザラッとしていてここはスベスベこのカメラのところも少しスベスベこやっぱり手に持った時にちゃんと感触が分かるようにしているというのもあってこれはちょっと滑らなくていいから、ね、そう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 なので滑り防止にもなるということで、うん、これもいいとハンドロイド端末には欠かせない、えー、いわゆる戻るキーホームキー、えー、最近使ったアプリのキーはここに実はハードキーで3つあるとサイズが大きいのでまあ押しやすいと。うん でさらに言うと、えっ、ー、とこの側面のところにはここにはカメラキーもあると。カメラキーを押してもらえれば、まあカメラをこう,こ,うこんな感じで起動して、まあこんな感じでまあシャッターを切れば、まあ普通に写真を撮る。まあすごい当てずっぽで撮ったんだすが、はい、ちゃんと撮れてますね。なかなかああいい感じで撮れてます <laughs>、はい。それからあの本体のこの左側ですね。この側面のところここにまあ大きいキーがありますけど、これダイレクトキーといって長押した時に何をし起動しますかと。でこれは今 えっと、この端末は長押しすると、まあ、GoogleNow が出るようにしてますで、えー、これいろんな自分で設定を変えることができますし、えー、自分の好きなアプリをよく使うアプリとかをマーこに登録しておくと便利といわゆるあのちょっとこれね僕が個人的に買った端末の方でちょっと見えにくいんですけどもこういう形で、ね、これまあいわゆる今これ、まあ、なんか時計が出てますけども。 ここの時計以外にも、えっと、いろんなアプリがありますでこれはいわゆるあの気圧とか高度とか測れるところで今1,008ヘクトパスカルここは海抜36メートルぐらいだそうです。同じようなのでこれ帯道っていって要するに潮の満ち引きとかですね でさらに、えっと、これは天気予報の中でも、えっとまあ、これ現在地を測ってこう見れるというなんですけどこれはウィジェットですね。でアプリの方も入っていてアプリの方も今のと同じようにして使うことになります。うん、さらにさっき言った橋さが言ったそ i s 1との関わりでいうと、はい、まあ直接的な関わりではないんですけど。 いわゆる自粛の Bluetooth ローエナジー対応のモデルとちゃんと繋がるようになってますんで通知を受けたりとか探索機能まあ、端末を探してまあ、そういう機能もちゃんと用意されてますんでうん、うん、これも使うことができます、うん、さらにえー、とこれは個人的には僕はすごい嬉しいなと思っていたことが一つあってそれ何かというと、はい、うこれ見ていただまあどこにも外部にはそのいわゆるその端子の類はないので 普通の流れからするとですね、口うるさいあのホーリーはです、ねうん、卓上ホルダーがないって文句言うだろうって言われると思ってですね、うん、ちゃんと偉いのはこれ地位対応置くだけ充電対応なので充電,充電時にキャップの開け閉めはいりません非常に便利かなと。うん いうところで結構そのタフなんだけどもちゃんと中も考えて作られてるしうまくノウハウが生きていてあのまあ上手に作ったなっていう感じでモデルだと思いますね,ただねまあさっきちょっと脱線するとあのこれねちょっと見た方がす僕の方僕ね何も考えないで普通に買って普通にあのいつも通りのことをしてしまったので僕のちょっとほらちょっと曇ってるでしょ あ違<う>何がなく買って普通に保護シート貼っちゃったんですけど <laughs> よく考えたらドラゴン取れるだからいらねえじゃんってことです <laughs> ガラスだしそうなんですよかだからいらないじゃんみたいな感じはするんですけど <laughs>、はい、つ,いつい勢いで貼ってしまったというかうちょっと反省みたいな感じで,す <laughs> でも剥がさないみたいな <laughs> まあなんかェックですね w i f i の簡易設定は、えー、標準では WPS のみなんですが e u w i f i 接続ツールを使っていただければ他のか b、はい、バッファローとか、A、OSS とか、えー、NEC のらくらく無線スタートとかもその使えます着信拒否は指定番号非通知公衆通知不可能登録は全部いってます、うん、連合でも搭載してるんで、まあ、いわゆるその日本のスマートフォンとしての機能もちゃんと搭載はされているので まあかかななりいいかなともちろんあのお財布携帯もちゃんと使えますので、うん、えまあ普段使いとして皆さんもお使いになっていただく分にはまあ大丈夫なのかなと非常に完成度の高い、はい、えまあでもやっぱ男の子なのかな、まあ、うちの船長は別としてですけどそうですねと美、はいえー、さんにお勧す,すめすおすすめしたいと思いますはい <laughs>、はい、続いてはズバリいいところ悪いところです いいところ悪いところいいところからはいお願いします今回からねハッシャンは初めてですけど新兵器ですすごーデジタル僕の字が汚いっていうのはあるんだけど手書きはいいんですけどホワイトボードに書いて消してるどうなのみたいなところあったのでこういうデジタルで書きとしすはいちょっと面白いねはいはいこんな感じでわすごいすごいでしょだってほら色も使えるっていうそんなことじゃないかまあ いいですね、はい、じゃんいいところ、はい、最強のタフネスじゃんかっこいいデザイングローブをしたままでも使える、はい、タフネスに関してはもう,もう説明するまでもないでしょ。はい、でやっぱりこういうモデルってやっぱり、ね、g i z o 以来なかったので、うん、g i z o の最後のモデルで出てから、まあ、タイミング的に言うとまあちょっともうそろそろもう次ないと困るような状態なので、はいうん、ちょうどいいタイミングなのかなって気がします。でデザインも あのー、まあタフ系ってやっぱりどうしてもこうボテッとしちゃう感じがするんだけども、うん、キョセラさんのデザインがうまいなと思うのはやっぱり背面とかも含めてこう。 こん,なね、こんなところのこの赤の色もそうだし斜めにしてるところとか、ねうんうん、アクセントつけてるので非常に見た感じもパッと見てこうすぐ分かる感じがするので非常にいいのかなとまだまだトルクというものは認知されてないんで、はい、トルクのこれをイメージとして是非これからもプッシュしてほしいというのはい、で今日ちょっとこう説明しなかったんですけど、まあ、シーズンは違うんであれなんですが、うんうん、冬場とかであのそれこそスキーとか行った時もそうですし、うん、あと割と多いと思うのは僕ね結構バイクもまあ あの冬のグローブは無理だけど、まあ、夏のグローブだと多分平気なんですよ、まあ、いわゆるそのグローブをしたままでも使えるとだから例えば作業現場とかでもまあちょっと軍手してても多分触れるのでグローブ をしてても、普通に、まあ、タッチパネルが使える、まあ、多分他のスポーツとかしてる時も。グローブしてる、で、ゴルフなんかでも。いや、やりますよ、ね。そういうの、まあ、触れるので、結構いいのかなと、とこれは、なんか割と。あまり、そのタフな話ばっかりしてるんだけども、うん、実はそういうところも含めて。実用性もちゃんとしっかりしてるのかな、というか、ポイントとしては、うん、いいと思いますね。続いて、悪いところ。はい、はい、お願します。はい。はい。書いてもらいましたけど。うん、はい。行きましょう。はい。 えー、赤外線通信ワンセグがない、はいはい、キャリアアグリケーション YMAX2+ って非対応、はいはい、ウィジェットは面白いけど日本仕様はまあ実は、えっとまあ、言うてしまうと三種の神器といわれる部分ではお財布形態のみ。 あらになります<ー>で赤外線通信は難しいというか難しいっていうのはその、うん、まあちょっとど,ど,どっちもあるかなみたいな、うん、まああればいいんだけども最近ちょっとずつ赤外線通信は携帯からの移行がもうだいぶ減ってきてるので,、うんで,ね、でまあそろそろって感じはするんだけどワンセグはまあ見ないかもしれないけど。うん うんまあ、やっぱりなんか山とかいたりした時にこれ1個で電池もちゃんと持つし安心だ、えーえー、でも何か状況を取らなきゃって時にはちょっと本当はあったらよかったかなって気は若干するのでただその海外、ね、そ,のそれこそベライゾンとかにこれから出していったりとかそのほか各国に出していくことを考えるとチューナーっていうのは結構まあ割と中に詰め込むような大変なのかなってで、まあ、仕方でない部分ではあるんだけども一応買う時はここは気にしておいてください、うん、はい。 de 実はそ、あの、まあのまここも非常に難しいんですが、今年の夏、ね、の AU のモデルは、まあ、キャリアグリゲーションとかイ m a x 2プラスっていうのがまあ一つの売りですよね、はい、ということで、ところがそれには対応してないんですね。うん、惜しっちゃ惜しい感じはするので、だからまあ本当はこれをできればあの対応してほしかったところなんです、す、うん、多分そのチップの問題とか、これを、えー、いろんなところで展開することも考えて、ちょっと今回は非対応ということになったんですけど、まあ、仕方ないかなという感じはしますが、まあ もし次のモデルがあるんだったらその時はその時のできるだけ最新のものとか例えば au、e、だともしかしたら次はまあボルテとかもあるかもしれないですけどもまあそういう時は対応してほしいなと思いますと。ウィジェットの話に関してはあのさっき僕の,その自分の端末の方でもちょっとご紹介しましたけどもウィジェットってこういうドカンと1個なんですよね。なので <laughs> 要するに 各ホーム画面なねだからなんか1個のウィジェットからなんかこうまあいろんなものが見れるとかなんかそうなってくれるともうちょっといいんだけど残念ながらそういう仕様にはなってないんで多分大きく見せやすくという部分ではあると思うんですけどもまあちょっとそこは気になりましたと。仕方がないかなっていう部分を含めてのまあ気になるかなというところだと思います。やっぱりどうしてもタフネス系に関してはちょっと制約もで多少はあるので分かった上で買いましょうと。でもやっぱりこの 系統のモデルって他にはないので、うん、au の一つの売りではあると思いますので、うんでぜひあのまあ竹原の人もまあ、これが欲しいからそれこそねどこぞどこの船長もやっぱりこれが船の上で使いたいからじゃあ MNP みたいな人ももしかしたらいるかもしれないんであ<ー>ぜひあのお店でこの触っていただいて、はい、店員さんに怒られないように。 ちょ,ちょっとやってみて、ね、<laughs> あっあ、間違えちゃったみたいな困。困りますよって怒られてですね <laughs>、うんえー、していただけるといいかなと思います。はい、はいはい、やってみてください。ハウトゥー携帯です。あの先生、はい、あの私はまだ残念ながら。 機種変更しててまませんまだ変えないさすがにね、2年近く使ってるので、うん、画面がね、あの少しちょっっと見えにくくなってるですよ <laughs> 次のねモデルを例えば変えた時に、うんうん、あの保護シートとかあるじゃないですか、うん、あれをちょっと貼ろうと思うんですけど、うん、まああの保護シートなんて貼らなくていいよとかっていう人もいるじゃないですか、うん、貼った方がいいのかそれとも貼らなくてもいいのかってちょっと あのなるるほどなるほどの今あえて光らせますけど、はい、これだと皆さんからだと分かりにくいんだけど僕の目から見ると、うん、やっぱ真ん中らへんに傷が結構縦、うん、傷がついているそうなんですよピアスとかするじゃないですかそれだそれなるほど、はい、あのー 保護シート結構いろんな意見があって、まあ、今日僕も貼っちゃった話しましたけども、うんうん、貼貼っった方がいいいいい派派と貼らなくていい派はやっぱりいます、はい、でどっちもいろいろ意見があって、うん、どっちの言い分にも結構納得できるところありますでなんどういうふうに言ってるかていちょっと紹介しておくと貼った方がいい派、うん、やっぱりディスプレイが基本的に保護されるのはいいよねと。うん、ましてこう,こ,うこ,うこういう傷がついちゃうんだったらそれはやっぱ保護した方がいいんで貼った方がいいですっていう人はやっぱりいますと。 で万が一やっぱ傷がついても、うん、まあ一応後で貼り替えられるじゃん、ええっていうのがあってまあ、えー、傷がついても安心貼り替えられるっていうのはまあ一つその貼った方がいい派の意見、はい、で貼らなくていい派っつうのは何を言ってるかっつうと実は最近のスマートフォンって、うん、まあこの今日のそのトルク G と L もそうなんだけど大半ガラス。今はガラスが主流になりつつあるので、うんはい そそもそもガラスの上にい,ちいちフィルム貼っっててても無駄じゃんっていうのののが一つ意見ととしてあると、うん、ガラスのままでももうともと傷がつかないしっていう意見を言う人もいますと、うん、で、まあ、保護フィルムを貼るとガラスの上に一番余計なものを重ねるわけなんで、うん、まあせっかくそのタッチパネルのセンサーが指と近くなってせっかく感度が良くなってるわざわざ余計なものを挟んだらダメじゃんみたいな話とかトルクなんか見てみようと分かるので、まあ、やっぱりどうしてもちょっとこう。 ね、少しこ,う少しまあこれはあの例の au の前から言ってるあんまり a u ンコレクションのこの保護フィルムあんまりちょっといまいちこうこ光沢がみたいな話はしてるんですけどまあ若干こういうふうにこう見た目も少しこうね色味トーンが落ちちゃうのがちょっと嫌かなっていうのもあるという話もあって両方意見がありますというのが実情です。でまあ、ただ 正直に言うと、まあ、き綺麗に使いましょうっていうことを考えると、うん、やっぱり貼った方がいいっていうのもあるし、うんうん、貼った方が例えばこれ貼ってないですけど貼ったものであればこう貼った状態で仮にこんな感じでベーンと落としても、はい、まあもちろん割れることはあるんだけど、うん、保護シート分の衝撃の吸収で少し大丈夫でしたとか、うんうん、あるいはその例えば本人がこう耳に当てる時もそうですけども何かしらの表紙で例えば 机の上って上からなんかこう例えば鍵が落ちてきましたとかで、うんはい、まあ傷がついちゃうとこともあり得るので、うん、それで言うれってやっぱ保護はまあいいだろうというところは僕はあると思いますで全ての機種がガラスではないっていうのもまあポイントではあるので、うん、仮にガラスであったとしても、うん、まあ貼ってあれば割れにくくはなるだろうというのもありますただ最近ちょっとその保護フィルムも状況が世の中だいぶ変わってきてます、うんうん、あらそれは何かつと実は保護ガラスっていうのが増えてきてると。 ガガララススフィルムじゃななくてガラスなんですよ今日ちょっとサンプルをいくつかご用意したんですけどこれはあの僕が前海外の展示会でえちょっとサンプル品としてもらってきた iPhone 用なんだけども、まあ、こ,んなこれは iPhone なんでこんなパ、まあ、ッケージではで前にこうね白いのもあって、うん、中を開けるとこんな感じのガラスになってます他にもちょっとこれ新しい最近の売ってるのをちょっと入手してきたんで。 あれです。中見せるとシールが貼った状態ですけど。もうこんな感じです。<ー>薄いガラスなんです。はい。まあこれアイフォン用なんですけど、それぞれまあ機種用に出ていて、えー、まあありますと。その保護ガラスってフィルムと同じように売ってるんですか？あのー、これなんかまあ昔アイフォン5用で買ったしかサンプルとしてもらったんで去年お年くらいですけども、はい、だから2年ぐらい前から結構あって、うん、去年ぐらいから国内でも。 えっと、まあ人気機種を中心に、うんえー、実は結構販売されています。でまあ各機種用に、まあ、これは iPhone 用ですけどもちゃんとガラスちゃんと画面に合わせてカットされてるちゃんとこのねホームボタンの穴も開いてるしー、ね、ホームボタンのこ,うこんな感じで穴開いてるし受話口のところもこうほら、うん、穴が開いてるので、うん、まあそういう意味でいうとまあちゃんとそれぞれの機種用になってると。うん、ちなみにあのこの角っこ 変わった時のこの角っここですねういうとこもあの角がガラスでなっていると危ないんでちゃんと角もきれいに落とされている面取りがしてあるとか、うんはい、結構そういう意味で言うと、まあ、ちゃんとやっていて例えばちょっとこれもあの僕はたまたま持ってたやつなんですけどこれアコーソンゼーターの SH01F 用の、えー、ものでこれ MS プロダクツさんっていう会社さんの。 商品でこういう形でパッケージで普通に売ってるんで、はい、まあ家電量販店行って頂ければ普通に買うことはできます、はい、ガラスだと値段とかめちゃめちゃ高そうだってこんなパッケージとかもなんか高級感ありますよねなんだけどフィルムは本当に安いとあの100円100均であるんだけどもさすがにねほ、ねね、んねあまり100均のフィルムは僕はおすすめしませんが普通のメーカー製だとまあ800円ぐらい、うん、まあ高くても1,000円ぐらいかな感じなんですが、うんうん、ガラスは大体いい3,000円前後。<laughs> 結構、ね、安いと2000円台の前半からなくはないんだけどまあ高いとまあ3000円ぐらいなのかなと特に iPhone なんかは割と大量に作ってたりして少しコストダウンが進むみたいでたまに1000円台の前半とか半ばぐらいのものもあります実際に貼った感じはどうなんですかそれはですね、はい、ちょっとせっかくなんで、はい、僕が実は自分の端末でですね Galaxy S5 のドコモ版とあの au 版にですねはい それぞれガラスとフィルムありました。でこっちの黒は英雄版で、これフィルムです。あ、こっちフィルム。はい。これフィルムです。でこっちが、えっと、まあ、えっと、ガラスです。えっと、ドコモ版白はガラスです。これで光らせて見てみたらわかるんですけど。やっぱね。自分でこうやって見てみたらわかるんですけど。若干こっちの方がやっぱり曇ってるでしょ曇ってる。こっちはガラスの方が。うん クリアでやっぱりあのさっきのこの,この AU プラスワンコレクションのは、まあ、極端な例なんですけども、はい、やっぱりフィルムは少し透過率が良くないので、えー、若干曇り気味になりますと。でガラスはやっぱり光の透過率が非常に良いので非常に綺麗でフィルムはやっぱり 触ってていいいくくと傷がさっきのね発射のガラスにも傷がついているのもあるんだけど傷がついていくので,で、ね、だんだんだん見えにくくなるけどガラスはそういう意味で言うと、まあ、傷もつかなくはないけどフィルムみたいにすぐつくわけじゃないので、うん、非常にいいと。でもう一つはただ気をつけなきゃいけないのはガラスの方は比較的反射が激しいので、うん、割とちょっとそこだけなんか気になる人は気になるかなと。ここれれれフィルムと同じように貼貼るんでですすかかガラス貼り方、うん、なかなかねこれはですねはい 正直に言いいますすけど難しいですフィルムを貼る時は前僕あのこの番組でちょこっとフィルムの貼り方の話しましたけどフィルムっていわゆる画面にこう合わせてこういうふうにしてこう貼っていく。うん 途中でこう持ち上げてこの辺こうゴミ取ったりとかしてこっち側にテープ貼っといてこうペローンとこううまく貼りましょうみたいな話したじゃないですかです、ねうん、確かにそれできんだけどガラスって残念ながら層は曲がってくんないんで例えばこういうやつとかは曲がってくれませんから合わせてこれは iPhone のやですけどまあこれ実際こうならないんだけどまあこんな感じでドンって感じで乗っけないといけないんで貼り直しがなかなかできないんでゴミをねしっかり先に取って。 はい、周りで風がなくて埃がない状態でよく合わせて取らないっていと綺麗にはなか,なか入ないとい、はい、でも一応まああのね1,000円の,そのフィルムを3回張り替えること考えればガラス買った方がいいじゃんっていうのもあるのでちょっと新機種を買った方で次はと思う時はちょっと一回ガラスを試してみるといいかもしれないです僕はちなみに今メインの端末はみんなガラスにしちゃいました。E、FL とかも今ガラスですただ 結構良し悪しがあって、うん、えっと機種によってはガラスを貼るとちょっとあのタッチパネルのこう<ー>触り心地が変わる機種もあります。すね、ちょっとそこはなんか周りの評価を聞いてからの方がいいかなと。うん、で本当に機種よります。ね、ただ例えばえっとドコモのアクオスゼータとか今使ってますけども、あれは全然普通にあの貼っても何にもストレスなく使える。うん、でこのそうじゃないた,たまに他の機種とかでガラス貼ったらちょっと 変わった感じ変わったかなってうものもたまにありますうん、うんね、だからそこはそれぞれタッチパネルのもともと持ってる性能がみんな騎士ごとに違うんでそうでだけど、うん、まあでもやっぱりきれいだという点においてはやっぱり試す価値はあるのかなと思うんでこういうガラスでも傷がついちゃうガラスじゃないのかな、はい、と傷全画面に傷がついちゃうのが気になる人はちょっとぜひですね検討していただければいいかなと、はいまあ今日はガラスどうですかというお話でした。ガラスはい いいですね、はい、ぜひ皆さん家電量販とかで売ってますねちょっとどんなもんなのかなっていうの、うん、ぜひサンプルも置いてあると思いますの、ね、でぜひご覧ください。今回は au トルク G01 をご紹介しましたけども先生から見てまあ完成度は 非常に高いと思います、ねまあ、さっきでちょっとワンセグだけちょっと僕は個人的には気になるんだけどあとはまあ、まあまあ、まあいいかなと思いますの、うん、で他社でもそうですけど、まあ、最近その w i f i 経由でそのテレビ見れるドコモの t v ックスみたいなああいう商品もあるしちょっとそういうバリシャン増えてくればまだいいのかなって思いますし、うんうん、でちょっと余計な話を一つ一つしとくと、はい、au の端末って基本的にあの例えばこのイサイ FL とか LGL っていう型番がつくじゃないですか。はい LG LT の L T の端末これは本当は京セラの端末は KYL とかつきそうなんだけど、うん、2日 G01 っていう型番がついてるんですよね。なんでだ でこの辺がなんかそのここにあえて G01 ってつけてるくるあたりがまあやっぱりジ i z o の人がここに来てねっていう思いがやっぱり家の中にはまああるのかなという気がしますのでぜひ僕個人としてはこの端末が今度そのこれをベースにしたモデルがそのベライゾンでも売られるんで前回ちょっとお話ししましたけどもまあ日本の携帯スマートフォンがもう一回世界へ出ていくものの一つとして注目してますしこれも実はもうすでにあの前のモデルも含めてちゃんと 売ってきた実績のあるモデルが最新モデルですよ、うん、日本に出てきてるんでぜひこのマーク調子で,ですね伸びていっていただきたいと思いますので、はい、皆さんも店頭で落としてみてください <laughs> 落としてみてください <laughs> <laughs> 壊さないという